久保さん、これちょっと明るくなったんじゃないですか、少しだけ。はい。まぁ、あ、ちょっとね、あの、さっきねあの、プリンター売ってきまして、でかいやつ。もう使わねえなと思って、3000円ぐらいでしたね。<laughs> 3000円 <laughs> で、これ、これ今から今度机を売ってこようかなと思うんですけど、これ5年使ったやつなんですけど、売ってきますよ。 でね、久保さん、昨日か一昨日見たんですけど、まあ、タイトルちょっとこれにしようと思うんですけど、あの、僕の 34GTR あるじゃないですか。これね、あの、GTR 相場予、予、予報士。天気予報士っているじゃないですか。GTR 相場予報士っていうのがいるらしくて、勝手に名乗ってると思うんですけど。<laughs> GTR 相場予報士、一鉄の予想は当たっていたのか、BNR34 スカイライン GTRV スペック2のオークション落札結果を確認してみた。 分かりますあと、これね、この前もかぶせてるんですけど、いくらになるのかって予想するとかね、出品されましたみたいな。これは、中古屋さんだた資格持ってる人しかオークションに参加できないオークションがあるんですよ。で、僕が持ってる、所有してるやつがね、v スペ2なんですよね。で、v スペ2っていうのは、あのボンネットがカーボンなんですね。で、リアの、えー、ブレーキがブレンボってやつで、まあ、そこがちょっと変更点で、まあ、v スペ2は、 あのカーボンボンネットだけで多分70万とか60万とかするのかな。うん。で、それがなんか13万キロぐらいで出てて、その、中古屋さんが仕入れるオークションですよね。それでいくらだったかっていうと、1300、1000万は超えたらしいですね。はい。で、だから中古屋さんで出すときは、まあそこに200万か300万乗っけて売るとは思いますけど、でも10万キロ以上走ってるやつですね。すごいですね。<laughs> 落札されたっていうね。 ま、業者が買ったんでしょうね。うん。だから、気象価値ってすごいですよね <laughs>。ねえ、昔多分誰、だからまあ、あとね、あの、なんだ。あの、買いたい人は早めに買えみたいな言ってましたけどね <laughs>。もう上がるしかないみたいな <laughs>。そう。ただ GTR34 に関しては本当にね、上がるしかないですね。これは落ちることはまずはないと思います。うん。これはまあ。 あのまあいろんな人言ってますけどね。あのもう車業界で何年も働いてる人も。うん今後どんどん上がっていくと思いますまだ。うん。あとねこの売るタイミングっていう動画もあるんですよなんか <laughs>。そう。ありがたいですね。だからこれもまあ久保さんもねナイト2000の話してて、まあ、物語っすよね。だから3、4GTR が本当に爆上げになったのが本当にそのワイルドスピードの1作目に出てたっていう。 あれが、まあ、伝説を作り始めたきっかけかなと僕は思いますけどね。うん、でも当時僕があのワイルドスピード第一作目を見たのが大学生の時なんですけど、いいなぁ、GTR かっこいいなぁと思ってね、3、4かっけなぁと思って、まさか自分が乗れるとは思わなかったですけど、うん、なんだろうな、まああの、手に入れられないものってないんじゃないかなと僕は思いますね。 うん、だって、久保さんもきっとに、きっとね、まあ、憧れてたけど、本当に手に入るとは思ってなかったんじゃないですか。まあ、その、きっと買うために頑張ってたわけでもなく、勝手になんかね、買えるようになってたみたいな。まあ、僕もそうですけど。うん、だから、まあ、諦めないことですかね。諦めないこと、続けること。うん、そうすれば、大抵の、大抵のものは手に入るし、 ってことですねただ諦めてしまったらあまあその道は閉ざされてしまうんじゃないかなと思いますもちろん違う道を行ってね、えー、新しい後悔、えー、をするう船出に出るっていう新しい道っていうのもありますけれどもただまあね千里の一歩千里の道も一歩っていうでっていう言葉を逆から言うと千里の道を歩いた男たちは その先の未来を見たってことですね <laughs>。久保さんね <laughs>。みんな千里の道の一歩をね、歩くか歩かないかってとこですけど、僕と久保さんはもう千里、もう1万里みたいだね、もはや <laughs>。もうちょっとで久保さん、僕の動画も2万本いきますからね。今、1万9000何本になったんで。千里の道もじゃなくて、2万里みたいな <laughs> まあ、その先の未来はね、歩いてみないと分かんないですよ。で、歩いた人、 が、僕は言いますけれども、叶えられないものはほぼないと。まあ、その、なんだ、今ね、宇宙船に乗るとかね、ロケットに乗るとかは、前澤社長クラスにならないと難しいかもしれないですけど、まあ、数百万、数千万ぐらいであるならば、あまあ、なんとでもなるかなと。はい。まあ、何十億とかだったらちょっとわかんないですけどね、多分。 うんねロケット乗るのに結構なお金かかると思うんでその数百万とか数千万のレベルじゃないと思うんでうんはいということでいってらっしゃい